J フロントリテイリングは選手会の株式の 22.62% にあたる1181万5000株を取得します。取得額はおよそ100億円で、これにより選手会の筆頭株主になります。選手会は30代から50代の女性を中心に登録会員数1500万人を抱えていて、カタログに加えインターネットでの通信販売に強みがあります。 J フロントリテイリングではネット通販事業の強化を課題としていたことなどから、選手会のノウハウを取り入れる狙いです。今後は両社の既存のプライベート商品を共同展開することで販路を拡大し、商品の原価低減を進めるほか、新たに商品の共同開発などにも取り組むとしています。